前回は冬だったので夏の箱へと行きたかったから今回来ました。ちなみに今日のコーデのモチーフわかる？パイナップルですね。アソロでしょ。ケット3枚かわいい。ここ乗ったり降りたりするってこと？とりあえずパイナップルトレイってやつになるんですけど、車椅子の専用のがあるみたいので今決まってます。どうぞ。はい、お客さんどうぞ。うわー、すごい。パイナップルトレインに乗りました。あれ乗れなそうじゃない？あのカート。前乗ったやつ、あの郡島でこういうやつ。車椅子どこ乗ってた？後ろに乗ってた。乗せるスペースがある。ほう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 。なんか踊ってるよ。これ、これはその乗り物の乗り換え地点のところ。じゃ何にも買うものはないのね。食べるとことかそこは。ない。次に乗るやつはなんか乗車時は設定禁止みたいなのでちょっと取れないんですけど、次のエリアに行きたいと思います。大丈夫、1枚1200円だ。そんぐらいしそうだよね。初めて見たかも、これ。パイナップル号降りてしばらくすると、綺麗なガーデン、ハービスカスじゃないんだ。こっち、こっちでかくない？ほんとだ。あ、すごい、でかい。ほんとだ。これ結構大きいね。で、だん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 黄色くなっていく。勝手に木でできるかと。木の上ね。そう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 。そう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 。なんかすごいとこだね。フォトスポットですね。撮る？あ、すごいよ。めっちゃ派手だね。気づかないで入るといきなりいるからマジでびっくりした。恐竜体験。怖いんだけど、こんな恐竜体験どういうこと？恐竜が大きいからね。恐竜仲間入りしてみた。めっちゃ美味しそうなんだけど、いろったの。パイナップルケーキ。有名なやつ。パイナップルカステラです。へえ。カステラからもロングセラーになってます。孫パイナップルパーク限定の焼きたて手作りピザ、パイナップルピザ食べてきました。買いに行こう。パイナップルが主役。でもパイナップル入ってないのもある。ね。うん。ハニーピザパインっていう甘いパインのピザと、こっちのまあご飯系のパイナップルピザを注文しました。買った価値が
パイナップルピザ。美味しそう。なんか沖縄のサラサラサラピザおーすごいいただきます。うん、うん、はい、続いてはハニーパインピザ。感想文に割ってもらったら温めてくれました。全然見えない。うん、うん、もっと甘いと思った。うん、はちみつが思ったよりめっちゃ甘いはちみつじゃなくて、うん、割とさっぱり系のはちみつ。でもパイナップル、その代わりさ、パイナップルはしっかり甘いから、蜂蜜甘いと消えちゃうもんね、パイナップルの甘さ。ということでご飯食べ終わりました。ごちそうさまでした。1個300円です。いただきます。もう1回食べ終わって写真撮ってる間に。食べた感想、食レポお願いします。甘い美味しい、美味しい、甘い。じゃ食べてお土産行きたいと思います。はい、どうぞ。あ、ありがとう。何ジュース？シークワーサージュース。いただきます。全然酸っぱくないね。美味しい。福銀並木に来ました。なんかちょっと神秘的な絵だな、このミュちゃんバックの。いい絵が撮れてますよ、神秘的な。あれですか。あれすごいね、プライベートビーチ。ほら、寄ってくるよ。かわいい。え、かわいい。ミュと猫。いや、見た？ちょっと待って、かわいいんだけど。1、2、3。はい、1から。はい、1、2、3。ちょっとバズるやつや、猫は。はい、ということで、思った以上なとこ行けなかったんだよね、海。ホテルの敷地内のビーチにこう、インスタで見たらしくて、そこに行きたかったんだけど、プライベートビーチ行きませんでした。ということで、撮った写真がこちらです。なんですけど、もう時間ないんで今日は締め切り取って、また今度福木並木ゆっくり行きたいなって思います。次はね、水牛も乗りたいので今日の観光は以上です。また明日観光に続きます。沖縄観光2日目です。沖縄県の本土の最南端の場所に、今来ております。海がめっちゃ綺麗、しかも晴れてね、超晴れ。知念岬に来ました。イエーイ。ここそう、あやのみーちゃん好きやろ。この車椅子はさ、坂道上がるときはどうなん？アシストから一人で上がれるし、うん、あ、じゃあもう上がるときはこうやってこっちにブレーキかかる。あ、そうなんや。じゃあその坂道上がるの別にそんなきつくはないんだ。うん、車とかね、結構さ、きついとこあるからさ、そういうのも全然一人で移動してるよ。へえ。石でできとるんや。なるほど。みかじテラスに来ました。みかじテラスね、ここで何か食べたいものがあるということで、はいはい、何でしょうか。こちら、じゃん、かわいいソーダ。あ、ソーダなんや。花入りのゼリー。へえ。で、この花は食べれるやつ。色的にはでも面白いです。かわいい。
のね、写真撮ってたじゃん、たくさん、うんうん、そしたらね、どんどん可愛くなくなってきてなんでかというとね、うん、これさ、うん、氷さ、浮かしてさ、その上にさ、これ置いてたんよね。はい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 、はい、氷と入れ替わっちゃったの。あー、なるほどね、場所が。なるほど、全然可愛くない上味を楽しみましょう、今から。うん、美味しい。では、パイナップル味です。本当はね、最初青にしようと思ってたけど、うん、バナナ味で書いてあったから、うん、バナナ嫌いやから。あ、そうな、うん、でも、これさ、パイナップル緑って書いてあったんだけど、結構いい色じゃない？そうね、エメラルドグリーンみたいな、うん、食べられるやつです。あの、ゼリーの中に食べれるお花入ってるじゃん、はいはい、お花だけだったら、花びらだけだったらまだいいかもしれんけど、うん、茎みたいなのもあるんよ。触る？あ、なんか伝わる伝わる。花だけじゃなくて、うん、この緑部分のところもあるから、花食べてる感がすごい花びらだけだったらちょっと食べやすかったかも。ハイビスカス、高道、高道気をつけてくださいね。はい、ハイビスカスがすごいです。お昼ご飯食べてきました、うん、そしてこの後の動画がまさかのなくなってしまったので、写真だけお見せします。ケーキさんの撮影です。ステーキサンドを食べて、気になっていたカレーパンを買って食べながら移動して DMM 狩内水族館に行ってきました。最後こんな感じになっちゃったけど、沖縄の動画は他にもあるのでぜひ見てください。それではまたねー。